三崎モード健太郎チャンネルプレイボール。はい、今日はね、なんとスペシャルゲストでダンカンさんが、一緒に野球の話をしていただけるということで。はいはい、阪神の皆さん、こんにちは、ダンカンです。銀座のキャンプね、来たら三崎モードが向こうから歩いてきてね、3日ぐらい何も食べてないような感じなんで、早速飯を持ってきましたけどね。先ほどカレー美味しくいただきました。ごちそうさまでした。頑張ってこう。ね、とりあえず同じ阪神ファンとして今年は期待したいね。そうですね、うん、今からその日ハムとの練習試合があるんですけど、うん、はい、なんかダンカーさんの今年の2019年の阪神タイガースちょっとどうかなとお聞きしたいんですけど、あのね、はい、矢野監督秋のキャンプも行ったんだけど、はい、やっぱり人間がやってるんだよね、野球っていうのは。はいはいはい、そういう意味では押し付けでこれをやりなさい、これをやりなさいっていうね、多くの監督はそういうことをやるけど、はい、そうじゃなくて自分がいいと思うものを取り入れなさいっていう感じで、自主的に。ただ、うん、ただ、うん、選手と、まあ、スタッフと球団ね、はい、とファンの距離はとにかく近づけようよっていうことをやってるのよ。はいはいはい、だからファンサービス、うん、サインも随分してるし、はいはいはい、今世の中ってさ、はい、若い子の気持ちがわからないっていう人が大人いっぱいいるんだけどね、はい、確かにわからないよね。だけどそれをやっぱりわかるような努力を、はい、宮野さんしてんじゃないかな。うん、なんか選手のなんか目つきとかも、うん、なんか去年とかとちょっと違うのかなって感じたんです。だって本当のことを言うとね、はい、二十歳そこそこの子供たちがさ、野球をやってのプロ野球の選手、阪神タイガースの選手を俺尊敬するけど、はい、だけどだからね、キャーって声かけられてサインしてって言われた時に、やっぱ俺だってタレントだけどね、はい、若い頃とかキャーキャー言われたけどうるさいなと言いながら心の中ではさ、はい、やっぱりこうね、あっちも出ない、あと10台ぐらいタクシー来るから。あ、わかりました。はい、ごめんなさい、タクシーの上で。はい、わかりました。これが YouTube のいいとこだね。注意されないね。タクシー通るからダメだよ、ね、タクシー通るから気をつけてって。だけどやっぱり内心はね、はい、選手だってさ、やっぱり応援してほしいしさ、はい、ね、女の子とか来たらさ、はい、サインとかしたいんだよね。はいはいはい、だから素直に普通にこう持ってくっていう矢野監督でいいんじゃないの、はい、今の子たちってさ。そうですね、野球も見れて、うん、なんかそのサインとか写真も撮ってもらえたら、うん、ファンもまた喜んで応援したくなりますね。だから結局ね、負けた時に今までのね、球団だとね、何もお土産もなしに寂しく肩を落としてさ、帰ってたんだよ、ファンはね。で、梅田の駅で六甲おろし、ね、やけくそに歌ってたんだけどさ、はい、そうじゃなくて、やっぱり負けたんだけど、はい、ね、試合前に写真撮ってくれたんだよとかさ、サインもらったんだよとか、じゃあまた応援しようよってさ、勝ち負けのもう一つ先のことをさ、はいはい、うん、やっぱりファンって求めるからさ、そういうところで変わってくんじゃないかなって思うんだけどね。だんだんその人、矢野監督が人を喜ばせるような選手になれみたいな、うん、ますよね。だってこれね、はい、あと選手的にも今年はピッチャーも完璧だよ。だって西はローテーション絶対守ってくれるし ね、はい、で岩佐田だ、佐伯だ、はい、ガルシアだ、はい、小野だ、メッセだ、はい、藤波だってね、応援やってこれ西はまず 12-3 するし、岩佐田も 12-3 で、佐伯なんかグッと伸びて 14-5 するだろ、はい、うん、でガルシアがまた巨人に強いっていうのもね、うん、楽しみですこれね。はい、他にもほら、いろいろとね、もうみんな途中で、うん、勝ち星拾ったりだとかさ、中継ぎ、うん、で拾う部分もあるからね、はい、うん、ドリスも最後、ね、星いくつかは拾うだろう、計算したところ、はい、151勝になるんだよ。143試合を超えてるからね、これ、それだけピッチャーが良ければ、あとバッターの方どうの野手は、もう話したら多分止まらないですけど、ね、だからその。確定してんのが、うん、ライトの糸井、結局レギュラーと、多分レギュラーだろうって確定してるのは梅野と糸井ぐらいじゃないかな。まあ、そうですね。だからやっぱり去年なんかも、うん、こうね、加納さんがやってる時はずっとオープン戦をやってるように毎日毎日ね、この目で変わってきたじゃない、はい、で野球のプレー球の歴史を紐解いていくとね、V9 じゃないけどさ、ON がいた時の、大概もう清原が、秋山がいた時のデストラーとか、はい、大概固定してるところが優勝するんだよな。だから全部が全部いきなり固定ってのは無理だけど、半分以上はちょっと固定してほしいね。センターラインとかも結構大事ですもんね、うん、鳥谷選手はやっぱ実績はあるんで、もう全然わからないです、もうほんまに読めないですね、面白いよね。読めないですよ、ほんまに読めないです。あー、どう思いますか？フォ
北条が一番あの実戦向きの選手に育ってきてることは育ってきてるんだよね。あのバッティングでもさ、差し込まれても右の方にヒットを打ったとか、そうですね、でなんかプロのちょっと渋さというものが、ね、怪我する前になんか身についたような感じだから、怪我はもったいないけどね。いやでも鳥谷もさ、ベテランで今年からショート復帰してっていうか、ショートでゴールデングラブ賞を取って、それで無理やり、ある意味無理やりにサードに行って、トンネルだとかフライを落とすような、はい、あの前阪神タイガースの大スターがさ、はい、そんなあの罵声を浴びるような苦渋を飲まされて、何クソでさ1年復帰して、はい、サードでゴールデングラブ賞を取るんだよ。まじゃないっすね、すごいよ。あそのプロ魂ってのは、それがまた自ら矢野監督に言って、はい、プロ野球人として勝負させてくださいって、ショート、この物語ってどういう結末を迎えるのかさ、見てみたいよね。みんな若 い、ね、若い連中でした。で、木浪、はい、ドラフト3位、はい、三遊間 の、 あのダイビングして、なかなかあんな取れるもんじゃないけど、はい、これね、期待はするんだけどね、あまり過度の期待をするとね、プロ野球って他のね、あの社会人とか大学野球と違って、年間通しての試合数って次の日も次の日も続くから、パンクしちゃったりするようなことがすごく多いよね。だから去年の伊藤さんのことよくぞ最後までね、そうですね、持ってくれた、うん、体の強い選手っていうのはそれだけで武器だからね。だけど伊勢君も言ったように、はい、確かに伊藤原君はセカンドにしておきたいな。そうですね、まあ、難しいです、ほんまに。上本選手も言ってるし、そうなんだよ、上本なんだよな、難しい。上本くん、なんで怪我ばっかね怪我してなかったら、もうとっくの昔、もう7年も8年も前に阪神のね、もうレギュラーになったんだ。昨日も初回戦トラッチホームランですか、はい、打撃で、そんなのもありましたし、ちょっとだから能力はあるわ。そういうことってね、普通の選手ってまずできないからね、そういう離れ技みたいなことを。そういう風な意味で考えたら、一番惜しいのはいつ目覚めてくれるの。エゴ次第が4試合連続ホームラン打ってるぞ。4試合連続ホームランを打てるプロ野球選手ってどれだけいるかって、ほんの一握りしか絶対いないよ、その能力がある人間が。それがさ、それがどうしても毎回同じような外に曲がってる球だとね、あっけなく振っちゃう。今年ちょっとでも見てると、あの意識して追っつけじゃないけど、右の方にいい打球を飛ばしてることは確かに。あの小涌戦かなんかで、ライト前にあのツーベース2本、ね、2本あったじゃないですか、うん、足速いなと思った。身体能力あるなと思いました、ね、このチームで一番速いんじゃないかな。あ、うん、はいはいはい、もうほんま速いですね、速い、あとね、やっぱり打球のこう飛び出していく角度がやっぱり長距離バッターのね、角度だしね。僕はそのもっとアベレージを求められれば、もっとなんかホームランじゃなくてコンパクトなミートバッティングをしていけば、あの足もあれば、めちゃくちゃええんちゃうかなと思うんですよ。市川近いというより、まあそれはあるんですけど、基本的にはアベレージでいくみたいなが目的にはどうかなと思うんですけど、どう思いますか、江越選手。結局ほら、使ってもらったり使ってもらわなかったりっていうことがあると、ツーストライクを追い込まれた時に三振したくないから当てに行くじゃない、はい、前に突っ込み気味、そうするとそこから曲がっちゃうから、強い打球は、打てないから、もうこれね、年齢的にももう腹をね添えてね、はい、三振だろうがボテボテの内野ゴロだろうが、アウトはアウトでね、だからツーストライク追い込まれようが、ぐーっと詰まってもいいから、引きつけて、自分のバッティング引きつけておけば、外回り球だったらバット止まるわけだからね、ぐらいの覚悟をすれば、この先ね、選手としてやって、それからコーチの話もあるだろうし、下手したらね、解説者になったりだとか、役に携えられる、出られるのは30年このね、人生が伸びるかもしれないし、年齢的にももしかしてダメだったらそろそろっていうこともあるからね、腹くくろうよ、外国人の選手。外国もメッセンジャー選手が確か日本人じゃないですか。そう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 、まあ、それで1枚もう1枚増やせるっていうのは、それは大きいよね。で、先発でガルシア選手ですよね、やっぱりでかいですよね、中日的にもね、2桁勝って、阪神で。ピッチャーの方がいいんだけど、マルテとか、どうなんだろうな、ほんまに分からないですね。去年、ちょうど同じ時期にここに来て、ロサリオ、はい、
をネット裏で見てて打撃練習をね、はい、もう広角に打つし長いのは打つしね、パワーはあるし、ボールストライクの見極めも素晴らしいし、野球評論家の、うん、名のある方たちとね、はい、みんな声を揃えて、これは今まであのプロ野球界に日本に来た中で最上級だねって、はい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 、間違いなく働くねって口を揃えて言ったのに、それが日本のプロ野球のピッチャーすごいよね。すごいですね。投げたり沈めたりとか勝負しないようにして、うん、壊していくんだからさ、データとかも取ってますし、そこに投げるコントロールもやっぱあるし、ああいうのを見ちゃうとこれね外国人のバッターだけは始まってみないと分かんないね。そうですね。だから1人落ちるわけですよね、うん、ノリス選手と、うん、ガルシア選手と、うん、あとジョンソン選手と、うん、でピッチャーが3人ですね、大体1軍が、ね、はい、で野手で、ラバーロ選手とマルテ選手5人なんで、うん、1人だけだ2人でいくのか3-1でピッチャーさんの野手1でいくのかっていうところが、だけどこれあの今マルテに働いてもらわないことには優勝は、うん、近づかないよね。そうですね。みんな、さっき言ってた、ほら新人の近本選手にしろ、それから糸井選手にしろ、宇多間選手にしろ、高山選手にしろって、板山選手にしろって左ばっかだからね、はいはいはい、そうするとやっぱり浜風もあるし甲子園だから浜風打球が上がってそのまま風で運んでてポトンっていうのがあるのか、フライ上げてますね、しゃくるってことは変化球ってやっぱりこういう風に合わなくなってくるから、そこを攻められてちょっと苦しむのか、どっちの目に出るのか、ちょっとなんか選球眼僕いいかなと思ったんです。あんまり外のなんか変化球に手出さないイメージが今まだあんまり出てないですけど、うん、あんまりスライダーとかに引っかかってないイメージが今の段階ではありますけど、それはね、確かにね、はい、今の段階ってやっぱり同じチーム同士で紅白だとかだとこんなえげつないところはさ、ね、うん、来るのは藤浪だけだから、ね、紅白で抜けたりとかさ、シュート回転でもう直そうそれ ね将来メジャー行ってもらわないと困るんだから、まあですね、やっぱり2桁だから今ちょっときちんと踏み込んだりなんかねしてるからさ、ちょっともボールストライク見極めもできてるんだと思うけどさ、それがね相手が出てくるとこうインハイ攻めたりとかね、そこでどう対応できるか。そうですね、今その厳しいコースが来てないっていうのもね、踏み込んで外も打てるし、それはねインコース意識させられてからどうなるか、外のスライダーとかどうなる、どう対応するかっていうのを見たいですよね。守護神はどうかお考えですか。でもこれこのメンバーでいったら藤川選手どうすんだろうね。藤川選手がヒットで、うん、でドリス選手がまた今年もやるのかって感じですかね。その2人で他にまだ誰か入ってくるのか、意外と斉藤選手、ルーキーの斉藤選手も力ありますし、力あるね。ますよね。ソフトバンクのピッチャー見てるようだったね。本当あの多少このゾーンは甘くても上から向かっててグーンと投げるもんね、球がグーンと押しててさ、思い切ってサイドって言えばあるね。ありますよね。あと、矢野さんとやっぱりバッテリー組んでた藤川、最後の本当に炎で燃え尽きてくれっていうのもさ、ちょっとね、一つ前の世代の阪神ファンとしてはそこも見てみたいしね。まあないのはあれだな、この中で青柳だけだな。青柳選手ストッパーは入んないから、ね、先発ね、巨人戦でとりあえず使おうよ。そうですね、巨人やがってるからね。やってますね、サイドスローにして。いずれにしても楽しみだよ ね。あとね、あと俺が一番ね楽しみにしてるのは、実は阪神タイガースはね今季からね、はい、1、2軍のあの首脳陣をガラッと入れ替えてチームのところがありましたね、だから福原基金コーチだとか藤本、ね、コーチだとか、はい、みんなほらあの若い人たちがさ、はい、俺たちの力を見せてやるんだっていうふうにメラメラ燃えてると思うんだよね。はい、スタート良かったら結構これはいいとこ行くよ。いいとこ行きますね。じゃあ今年もじゃあよろしくね。はい、ありがとうございます。はいはいはい、ありがとうございます。じゃあ、はい、もう優勝の時にまた、そうですね、また優勝の時にお話阪神の野球ももちろんね、スポーツ新聞の関係 で、はい、でこれ書かなくちゃいけないんだけど、それ以外にいろいろほら、はい、野球場ってさ、はい、ABC とかカンテレタとか、はい、そういうところのプロデューサーさんとかもいる
わけじゃない、はい、だから名刺をお渡しして、はい、うちのタレントをぜひお願いします、はい、うん、専務ですもんね。そうだよ、初の選手だって、だって、はい、後々はほらユニフォーム脱いだ後に、テレビに出たりとかするから、そういうところもね、お願いしとかなくてはいけないからさ、はいはいはい、で西木本は、はい、あの勧誘しないから勧誘してしてくださいよ、勧誘してくださいよ、なかったらね、 ありがとうございます、はいはい、いただきました、ありがとうございます、はい、頑張りましょう、はい、皆さんお互いに、はい、いい一年にしよう、はい、そうですね、ありがとうございます。